し。よし。ください。
Relax to the sound that goes around, around, around.
relaxed to the sound that goes around and round and round and round. She said, hey, 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 fueling the fire with the burning desire. Every day wears by, it but never expires. But we will chill today.
悪いな。
そうだ。Hehehe.
よし。さて、行きますか。お、お宝発見。出たな、シャ。下が2体、先制でいけるな。やっ、ナイス、いい調子。敵を撃破、見事だ。勝ったね。では、探索に戻ろう。よし、次次。あ、シャドウ。じゃあ、この場面なら弱い相手だ。見事だ。ったね。では探索に戻ろう。じゃ、探索再開だね。お、階段だぜ。シーン、もっと行きますか。シャドウいたよ。イオリが攻撃を避けた。やるじゃないか。アスイチ決めんぞ。イオリが敵を倒した。マジかよ。当たる。次、よし、調子いいね。ご苦労だ。じゃあ行こっか。昼間の学校にシャドウ出たら敵2体を予測。この場面弱い相手だ。負けない。あと1体。さすがユカリッチ。よし、次次。あれ、宝箱？階段あったね。行く。
宝箱。探索に戻りますかね。あ、シャドウ。今なら負けない。いけるよ。さすがだと気を止めたぞ。おい、あれレアな宝箱じゃね。もっと行きますか。引き金は。
coordination. Round slow motion. Give me motivation. Put down now. 次は。All over. Round the bonus zone. Comedy crowd. Watch out the moon. It is it out. Guess what this sound is. 嘘でしょ。どうする？クソ。ナイス！いい調整劇だ。進もうぜ。うろうろしてやがる。はあ、ペルソナ。ナイス、いい調整。ここは猫股。ナイス、いい調整。行くよ。ナイス、オレ。戻るやつあったけど、どうする？お、階段だぜ。
よし、このフロアは一通り探索。決まったな、ナイス。俺シャドウ発見。敵は3体、先手は取られたが、しのげる相手だ。しまった、くそ、マジかよ。防御力を下げられている。注意しろ。猫の弾、やり、敵一体撃破。ナイス、いい挑戦。攻撃破。さて、どうする。ナイス、いい挑戦。攻撃破。さて、どうする。ナイス、いい挑戦。攻撃破。さて、どうする。ナイス、いい挑戦。よし、カッカッ、ご苦労だ。さてと、探索に戻りますかね。箱の中身もらっとこうぜ。シャドウ発見。この場面なら来て、セルサナ、あと2体。さすがユカリッチ。敵一体撃破。集中。使い時か。ナイス、いい挑戦。攻撃破。
見てろよ俺の大活躍。敵がダウン。その調子だイオリ。いつで最後だ。よし敵一体撃破。やられた。勝利だな。次に進むぞ。はい、お疲れ三頭。おい、あれ、レアな宝箱じゃね？階段あったね。行く？よし、このフロアは。うろうろしてやがるぜ。喉乾いちまったぜ。よし。だ。では全校朝礼を始めます。まずは校長先生からのお話です。ではお願いします。急になんだろう。やっぱり最近の事件のことかな。世間も騒がしいしね。さあな。でもシャドウのこととか校長が知ってるわけないしな。何にしてもあんま長くならなきゃいいけどな。うちの校長話好きで有名だもんね。へえ、諸君らに今日は特別に大切な話をしようと思います。が世間では不可解な事件や理不尽な事件が多いようですが、この学園の生徒である諸君らには関係ないことだろうと思います。しかし高校生という若い時期には様々な悩みもあるでしょう。まあだからといってあまり思い悩むことはないのです。過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、これってもしかして前の桐城先輩のスピーチ意識してる？多分そんなとこだな。若いもんには負けてられんってか。
気持ちはわかるけどさ。ちょっといいか。悪いが、今日の放課後開けておいてくれ。仕事を頼まれてほしい。急な話で申し訳ないので、君しか適任を思いつかない。詳しいことは放課後に話す。また後でね。では。待たせてしまってすまない。単刀直入に言う。生徒会に入ってもらいたい。生徒会の活動は定例だが、君を常時拘束するつもりはない。時間があるときにせ。君の適応力を買っている。生徒会長というのもなかなか多忙でね。緊急時に口裏を合わせられる人間が欲しい。
私の事情に通じた人間、君をリーダーと見込んで頼みたい。君ならそう言ってくれると思っていた。事後報告になるのだが、君の生徒会所属の件はすでに承認済みだ。ただ登録の手続きだけは君が直接やらなくてはならない。相談もなしに段取りをつけたことはわびるが、君を必要とする私の境遇を理解してほしい。手続きを終えたら生徒会室に来てくれ。待っている。何か用？ああ、はいはい、キリジョーさんから聞いてるわ。じゃあこれに目を通したら名前書いて。直筆のサインがないとダメなの。よし、大丈夫ね。じゃ、あとは任せて。頑張ってね、生徒会。部活どうする？よし。ちょっとマジになりすぎたか。
言っとくけどな、俺の力はこんなもんじゃ。お前はさ、平気なのかよ。あんなペースでずっと来たのに。してんだよ。涼しい顔して言いやがって。お前の普通で俺こんなざまなのに。すげえよ。悔しいけどよ、お前には完璧に負けた。港区はレベル高えと思ってたけど、こんな身近にすげえのがいるとはな。よっしゃ、やってやるぜ。いいか、まずはお前を乗り越えてやる。一人で熱くなっちまってよ。帰ろ。いや、膝がひねったか。ああ、終わり。帰ろうぜ。マネージャーをコピ使いすぎ。うちの部の男どもって子供だし、図体はでかいけど。やれ俺のタオルどこったのさ。私は保育士さんじゃないっての。走り回って汗かけるからダイエットにはなるけどね。どう？陸上部は楽しい？
私さ、あなたには退屈かなってさ、他の子とレベル違いすぎっていうか、動きが違うのよね。なんかこなれた感じ、無駄な筋肉を使ってない。なんか部のことで困ったことがあったら、宮本ね、同じクラスなんだし遠慮しないで宮に相談しなね。私に言ってくれてもいいけど、マネージャーなんだし。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝豪気のペルソナを生み出せした木々、我らさらなる力の祝福を与え、私帰るから、見たいテレビがあるんだよね。それじゃあまた学校で。おかえり。
おはよう。もう一本行こうぜ。根性見せてくからよ。マジかよ。宮本。ミヤ。貧血って。次期首相候補、来年の選考会まで間があるっつっても無理すんじゃねえぞ。なあお前、練習もういいからこいつを送ってやってくれな。すんませんす。なんだよ俺なら大丈夫だから。ちょっとそのただの貧血で。当たり前だろ、ただの貧血だ。ダメだ、やっぱり嘘つくなんて性に合わねえ。俺なこの間から膝いっちまってんだ。お前が初めて練習に来た日から薬塗っても湿布しても痛みが引かねえ。できねえ相談だな。来年にな。
大事な選考会があるんだ。日本一を決める大会の前哨戦で、地区大会なんか目じゃないくらいな。俺はそこで勝たなきゃならねえんだ。来年までに仕上げねえと。おせっかいな奴が多いからな、うちの部。こんなことが知れたら鬱陶しいだろうな。膝のこと内緒な。同じクラスのヨシミで頼む。時は痛み引くから。そしたら一人で帰れるよ。俺のことはいいから、練習行ってこいよ。おかえり。
我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝忍者のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。はい。
さてさて、行くよ。いい加減飽きてこ。あの入学式で飽きたっつうの。朝からつまんねえ授業を受けて、飯食ってテレビ見て寝てさ。決めたぜ。俺は彼女を作る。すぐ作る。なんだよその余裕は。見てろよ、はあ、しょうがねえから計画を実行に移すよ。俺は前言っただろ、狙ってる先生告白して落としちゃうよ。俺加納先生って知らねえよな。3年の倫理の先生。俺結構仲いいんだ。正統派美人ってんじゃないけど、綺麗だしちょっと垂れ目で縁半開きで色っぽくて、ああこれ誰にも内緒だ。すげえ楽しくなってきた。作戦立てようぜ作戦。おかえり。そうだな。
ょうか。そういえば、それで何を探してる？君たちがどう戦っているのか想像もつかんが、無理だけはするな。それでゆっくり見ていけ、ゆっくり見ていけ。どれだ？それで新しいのを調達しておいた。時間があるなら見ていくといい。間違いないか？分かった、持っていけ。 You gotta tell now, Jenny。
間違いないか。ああ、わかった。何を持ってきた？いくつ？それを手放す。ああ、いくつ？いいんだ。ああ、引き受けた。どれだ？まとめて手、わかった。引き取ろう。どうする？何を探してる？ゆっくり見ていけ。ゆっくり見ていけ。間違い、わかった。持っていけ。どうす、ゆっくり見ていけ。そいつでいいのか。ああ、わかった。そいつでいい。ああ、わかった。どうする？何を探してる？待ち、じっくり、そいつでいい。わかった。持っていけ。何を持ってきた？いくつだ？それを手放す。わかった。引き、いくつ売るんだ？それを、ああ、引き受けた。いくつだ？いいんだな。わかった。引き取ろう。用は済んだのか。じゃあな。よし。新商品が入ったぜ。ゆっくり見ていってくれ。どれにする？そいつでいいのか。ありがとうよ。もういいのか。またよろしくな。
そういや知ってた？さっき連絡あって病院に届け、俺って結構頼る。そんなの帰宅部なら暇だろうって頼んだんでしょ。そんなことねえだろう。冗談だって。で、何を持ってこいって。隣の E 組のクラス名簿だってさ。名簿っていうか、今日たまたま部活休みだし、あなたも行くでしょ。決まりね。え、何よ、別に困んないでしょ。俺が頼まれたのにな。ここって真田さんの病室。うん、じゃなかったりします。お前たちどうして。お見舞いに来ました。でもなんか平気そうですね。ただの検査入院と言ったろ。アキ、もういいか。ああ、参考になった。タンク、いちいちてめえの遊びに付き合ってられるか。お前、いや、誰っすか今の。一応同じ学園の生徒だ。先月から増え出した謎の無記録症、お前たちも知ってるだろ。あいつたまたま患者の何人かを知ってたら、話が聞きたくて呼んだ。それより順平、頼んでたものは。もち持ってきたっす。すまんな。じゃ、そろそろ行くか。ちょ、んなに腕ブンブン振ったらまた。平気だ、このくらい。あまり長いと部活にも響くだろう。取り戻す時間が惜しい。そういえば先輩って、なんでボクシングを始めた理由か。そうだな、別にボクシング自体に思い入れはない。素手の格闘技なら何でもよかった。昔自分の無力さを思い知ったことがあってな。もうああいう後悔はしたくないんだ。それに自分がどこまで強くなれるのか興味もあるしな。まあ言ってみれば自分対自分の終わらないゲームみたいなものだ。なるほど、ゲームっすか。好きっすよ、俺もゲーム。あんたのはテレビゲームでしょ。ああ、でも格ゲームをやるよ。どうでもいい。君か。うん、そうです。 If you wanna go ahead, do whatever I'm showing you.